アルパチーノ、アルパチーノ、AL パチーノ、1940年4月25日体は、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、脚本家。日本語では、当初、アルパチーノと表記されていた。ニューヨーク市ブロンクス出身、イタリア系アメリカ人。映画、ゴッドファーザーシリーズ、スケアクロー、狼たちの午後、テレビドラマ、エンジェルス・インはアメリカ。 シェイクスピア作品をはじめとする演劇などで複数の受賞をしている。南イタリアのシチリア島移民の子として生まれるが、2歳の頃に両親が離婚し、少年時代は非常に貧しく不憫な生活を送る。若い頃はニューヨーク市内で自転車便やビルの清掃家業、映画館のアルバイトなど様々な職業を渡り歩いていた。 この頃に、後々名コンビとして知られる、ジョン・カザールと親交を結んだ。26歳から、リー・ストラスバーグ主催のアクターズ・スタジオで演を学んだ。オーディションに行くためのバス代もないほど貧しかった時もあったが、次第に演劇で活躍してゆく。1969年2月、ブロードウェイで上演された、に出演。同作品は3月までの間に39。 公演しか行われなかったが、パチーノの演技は激賞され、第23回、トニー賞で、助演団優勝を受賞した。同年7月公開の映画、ナタリーの朝に、早くで出演し、映画デビュー。フランシス・フォード・コッポラの、ゴッド・ファーザー。1972年は1970年の終わり頃からキャスティングが始まったが、主要人物の中で最後まで決まらなかったのが、 マイケル・コリレオー役であった。ヘロイン中毒の青年を演じて注目された、悲しみの街角は、当時まだ公開されておらず、1971年7月公開、映画関係者にとってパチーノは、無名も同然であった。しかし、トニー賞を受賞した、の舞台を見ていたコッポラと映画のプロデューサーの、アルバート・エスラディの強い推薦により、マイケル役を獲得。これにより、 大きな躍進を遂げることとなった。ゴッドファーザーにおけるパチーノの演技に触発されて俳優を志した者は多く、ブルース・ウィリスは自身もその一人であることを表明していい。セルピコと狼たちの午後で主演を務める傍ら、ゴッドファーザーの続編となるゴッドファーザーパート2に主演。この頃、コッポラは 岡田修玄に千葉真一とアルパチーノの共演による映画を制作したいとオファーしていたが、岡田は断っている。1972年から1975年にかけて4年連続でアカデミー賞にノミネートされるが、アカデミー主演団優勝を獲得できなかった。1983年、スカーフェイスに出演。スターウォーズのハリソン・フォードが演じたハンソロや、 クレーマー・クレーマーにおいて、ダスティン・ホフマンが演じたテッド・クレーマーの脱進を断った。1980年代後半から1990年代にかけ、活動の場を演劇へ戻し、ウィリアム・シェイクスピアについての豊富な知識をもとに、その作品に数多く出演。リチャード三世の映像化の過程を記録した、ドキュメンタリー映画、リチャードを探してを監督、主演した。 1989年にシー・オブ・ラブ・デイ映画に復帰すると、ィック・トレーシー、ゴッド・ファーザー・パート3に出演。1992年の戦闘ブウーマン、夢の香りで盲目の退役軍人を、演、第65回アカデミー賞では、アカデミー主演団優勝と、魔天皇を夢見て、でのアカデミー助演団優勝と2つにノミネートされ、悲願であった、主演団優勝を獲得した。 55歳を超えてからも、フェイク、インサイダーなどに出演。1994年には、ベネツィア国際映画祭の経歴賞を、還暦を迎えた2001年には、ゴールデングローブ賞において、生涯功労賞に、愛あたるセシル・ビー・デミル賞を受賞。共演したジョニー・デップ、ラッセル・クロー、ジェイミー・フォックス、コリン・ファレルへも多大な影響を与え、2007年公開の、 オーシャンズ13では、ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット、マット・デーモンらとは、対照的に助演に徹し、ホテルのオーナーを演じた。初監督作品の、リチャードを探して、以降、自身の監督作も発表している。2000年には、チャイニーズ・コーヒー、2011年には、オスカー・ワイルド作の儀曲、サロメの舞台制作の過程を描いドキュメンタリー映画、ワイルド・サロメに出、 ベネツィア国際映画祭、監督、万歳、ショート、クイアシッシを受賞した。2012年には、魔天皇を夢見て、がブロードウェイにて舞台化され、1992年の、同作映画版で演じたリッキー・ローマではなく、シェリー・レービン役を演じ話題となった。また、同年、全米芸術勲章、ナショナルメダル・オブ・アートを授与された。パチーノ自身が、 インタビューで、セルピコは、モデルとなった、実在の人物と3週間一緒に生活を共に、したり、狼たちの午後では、逆に脚本を徹底研究し、モデルとなった、実在の人物とは一切面会せず、独自に役を作り上げると話し、あなたが、今まで演じてきた役の中で、どの役が一番自分に似合っていますかという質問に、どの役が一番自分に似合うということはない。 すべて私の一部なのだと語った。ロバート・デ・ニーロとは様々な焦点から比較対象にされる。具体的な理由と経緯は不明であるが、世代が近いこと、ニューシネマで名を馳せたこと、ゴッド・ファーザー・パート2で不死役を務めたこと、さらに共にイタリア系アメリカ人であることが推測される。デ・ニーロとは第67回アカデミー賞受賞式において、 作品賞のプレゼンターを務めた。その際二人は、ゴッドファーザーのメインテーマに乗って壇上に登場した。気ぐるだが、パチーノの母方の祖父は、ゴッドファーザーパート2の中で、ロバート・デニーロ憤するビトコルレオーネの出生地としている、コルレオーネ村の出身であることを、パチーノ本人が明かしている。一時は共演作がない。 ゴッドファーザーパート2では直接の共演はなかったことやメディア及びファンが二人を最大のライバルであると捉えた影響から不仲と噂されたが1995年公開のヒートにおける初共演は大きな話題を呼び大ヒットを記録その後も公の場でツーショット写真が撮影されるなど仲は良いその後2008年公開のボーダーで再共演した 日本語吹き替えは従来より野沢奈智が専属で務めていたが90年代後半からは菅ゴ隆行や狭間道夫が務めることが多くなった。また吹き替え新読や近年の作品では山地和弘が務めることも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。